この資料をたくさん作ったんで紹介してるんですけど、行ったことないでしょうね。はい、始まりました。今回は、ハイズン省の捕虜団地を紹介するという動画を作ってみようと思うんですが、ハイズン省は、北部の方にあって、まだじっくり回ってないんですね。で、その回る前に、いつになったらこの動画できるのかわかんないので、先に作ってしまおうということで、やっております。何かの参考になればと思いますので、ご覧ください。工業団地、ハイズン省の工業団地ですね。北部、この辺りにあります。人口、これはちょっと古いもので、今190万人ぐらいいるそうですね。はい。ハイズン省、こちらの方が、北部、首都ハノイの、首都ハノイと、港の港湾地域のハイフォン、この中間に位置しているのがハイズン。ハイズオンですね。はい。この、ハヌイハイフォンは100キロあります。その中央なので、海からだと大体、中心部で50キロという場所になります。まあ、こんな感じですね。はい。こちらが、ハイズン省の工業団地ですね。適当に横軸は大体、省全体で、50キロぐらい、縦が65キロぐらいという面積になっております。面積は1648キロ平米ということですね。人口は190万人。首都ハノイと港町ハイフォンに挟まれた中間地点。ハノイから見て東側、すなわち日の出側に位置するので、ハイズンという、ハイというのは海、ズオンというのは太陽のようという名前だそうです。この面積がですね、日本の都道府県面積と比較してみると、東京や大阪どころか、日本の都道府県の一番小さいのは香川県ということなんですね。その香川県よりも小さいと。これよく考えたら、日本は47都道府県に対して、ベトナムは63の、省、特別市あるため、一省あたりがちっちゃいということなんですね。こちらは、ハイズン名物、ズオイという、釣り餌で有名なミミズみたいな、何でしょう、ムカデじゃなくて、ですね。これは、グロいので、一部、モザイク。ハイズン省の特徴です。名産はライチ、五戒料理、緑豆の菓子、6つの異なる宗教が存在しているがっていう、これはもういいや。学問が優秀であったり、歴史的な遺跡が多く残ってるが、外国人旅行者にとって観光名所となるスポットっていうのはあんまり、聞かないんですね。あとは、ハイフォン、ハノイのこの高速道路で通過する地点なので、特にこのハイズンがっていうことでは注目されてないとは思います。しかしながら、日本人の在住者が意外と多くて、ハイズンの方に聞くと600人ぐらいは住んでるという話でした。市内中心部なら日本料理店や日本人向けのホテルもいくつかあります。ハイズン省の投資、計画投資用の発表では、同省には現在496の FDI プロジェクト、投資国は26の国と地域から総資本は92億ドルを超えていると。主な投資分野は加工製造業で437件、94%、サービス部門が42件、3.4%、農業セクターに17件、2.6% を占めていますということであります。26の国と地域のうち、アジア諸国からの投資家が 90% を占める。その中で、香港は最大の投資国で 40% を占めている。香港という名前ですけども、中国なんでしょうね、ほとんどは。2位が日本で 16.3%、3位が韓国で 15.4%、4位は台湾 7.8%。ハイズン省全体で日系企業、主な、進出企業、まとめてみました。トワダオーディオさん、今、名工ですね。アドバネックスさん、イリソ電子さん、
まあ、いろんな会社さんあります。ブラザーさん大きいところもありますね。まあ、みんな大きいですよね。UMC さんとか、いろいろ。日立ケーブルさんはこれにも名前変わったんですけども、ちょっとすみません。前の名前のものになっております。で、辺境でって言っていいのかな。辺境であるがゆえに、あんまりこう他を寄せ付けない閉鎖的な企業というイメージがあるんですね。まあ、主にまあ車向けであったり、まあプリンター向けであったり、特別にもうお客さんが決まってて、そこだけでこうやってるっていう感じの会社さんがなんか多い印象があります。まあそうは言っても、いろいろ今後はいろんな営業もされるんだと思うんですけども、そう思いました。はい。拡張部分を含む未整備の工業団地。これはどうでもいいですね。まあ、これから拡張したり、新しくできる工業団地。はい、それでは1番、ナムサック工業団地ですね。こちらの方は、市内中心部から一番近いんですね。いつも私は高速道路なんかで、車でさらっと行くだけなんで、あんまり詳しく分かってなかったんですけども、市内中心の本当にも中心、この川の、鍵格好みたいになったところのすぐ、川を渡ってすぐのところがナムサックですね。日系企業さんはもう非常に少ないです。62ヘクタール。はい、続いてが、工業団地の大安工業団地ですね。こちらは、結構面積大きいんですけど、日本の会社は確か少ないんですよね。ちょっと見てみますね。大安工業団地は、住友電装さんだとか、三谷産業、住友電工さん、大正堂、古橋さん、まあそういうところが入っているということです。あんまり私行く機会がないですよね。それ以外に台湾の会社とか、入ってて、まあ、名前はよく、時々、まあ、よくは聞かないな。まあ、そういう工業団地です。はい。続いて、福林工業団地ですね。こちらの方は、省内の割とこう、西側の方に、ハノイ寄りの方にある工業団地。これからまあ、紹介する、もうそうなんですけど、全体的に、ハノイ寄りに工業団地か、あるというのが特徴ですね。海鮮省。福林は、どんな会社があったかな？結構あるんですよね。ここは日系企業多くて、みずほスプリングス、みずほプレシジョン。富士製鋼、ブラザー工業、大成さん、名古屋実業、平田精密、黒田電機、マテックス。まあ、いろんな工場が入ってるところになります。工業団地そのものはそんなに広くはないんですけども、まあ、日系企業多いというところですね。はい。続いて、単純工業団地。こちらの方もよく行くんですけど、今一つ、いつもここハノイから来ると渋滞すぎて、なんか遠いなっていう印象しかなくて、全然理解してなかった場所なんですけども、まあ、こちらの方にあります。単純は、単純は、イリソ電子さん、これ何？三星精密さん、UMC さん、昭和バルブ、三遊さん、ペガサさん、ジャガー、味の素、東光、日本、バルコア、ですね。まあ、旧日立、日立ケーブル。今の名前が、プロテリアルという名前で、まあ、アメリカの資本になったという話です。はい。ダイアンモーゾン。こちらの方は、ダイアン工業団地の拡張ですね。こちらの方が非常に大きくて、416ヘクタールということで、まあ、拡張している工業団地になります。はい。続いてが、アンファット工業団地ですね。ハイテクパークになるんですね。こちらの方も今、日系企業なんかもこちらに入るという話も聞いてますので、これから、注目されるんじゃないかなというハイテクパークになるのかなというところです。はい、ライブ工業団地。ここは全然知らないですね。ライブ工業団地。
これも市内のナグサックのすぐ横にあるので、市内から近いんですけども、日系企業は全然私聞かないので、どっかなんか入ったかな。よくわかりません、ここは。まあ、そもそも面積が小さいというところなので、あまり行くこともないかなとは思います。そんなことはないか。まあ、この一定調べてみようと思います。はい、ライカック。こちらも、全体の西寄り、ハノイ寄りですね。ライカックが保有地。これはどこなんだろう。エバラ工業さんとか入ってるんですね。電線とか産廃処理、金網とか作ってる、まあ、外資の会社が入ってたりします。カムディン・ルオンディエンという保有団地。こちらの方も183ヘクタール。あんまりちょっとよくわかんないんですけど、この辺集まってるので、ぜひね、この辺りは今度、よく見ていきたいなとは思っています。次が、コンフォア工業団地。これなんか無理して漢字で書いてますけど、まあ、コンフォア、カタカナでコンフォアの方がいいかなとは思います。これ、北の外れの方にあるんですね。ここも全然知らないんですけども、こういうところもちょっと今後見て紹介していこうかなとは思っております。全然知らない。この資料をたくさん作ったんで紹介してるんですけど、行ったことないでしょうね。続いて風太工業団地。こちら56ヘクタールということで、割とハイフォン寄りにある工業団地ですね。こちらも全然私知らないんですけども、風太はなかった。メリマックリバー、ガムリーインテルナ、なんかあるんですね。はい。ハイズン、VSIP、ハイズン工業団地。こちらの方は、まだちょっと資料をまとめている最中で、ちょっと詳しいことを、できておりません。VSIP ハイゾン。こちらの方は、まあ、VSIP で、有名な工業団地なんで、また資料を集めて、また紹介していきたいと思います。すいません。これはちょっと、また今度にします。はい。全部をまとめたのはこんな感じになります。今回紹介している工業団地、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11。まあ、11箇所ということで、こういうふうに、分布しております。それ以外にも、小さいクラスターと呼ばれる、小規模な工場だとかっていうのもあるので、またそれはさらに次のステップで見ていければと思っております。はい、一番最後に、ハイゾンといえば、このホテルですよね。ナムコンホテルという、フォースターホテル、あるんですね。省内最高のホテル。こちらの方1階だけ泊まったことあります。22階かな、通されてですね、展望が非常に見事だったんですけども、あんまり景色が何もないという場所で、街からちょっと遠いんですよね。本当に今こう、出張者で工場となんかでこう、車で迎え来てもらって移動するにはいいんですけど、私、ちょっとこう、周囲を徘徊したかったんで、ここ泊まった時はちょっと不便でしたね。まあ、こういう経験も、してみると、いろいろ分かっていいんじゃないかなとは思います。ちなみに、まあ、泊まって、便利なのは、やっぱり、湖の方ですね。そちらの方に行くと、雅だとか、上沼だとか、日本料理がいくつか並んでたりするので、他にもインド料理とか、そっちの方が、日本人が集まってるようです。はい。ということで、今回は、ハイズンの工業団地を紹介してまいりました。また、詳しくはね、また行って、写真とかも添えていければと思っております。それではありがとうございます。さよなら。